放火上のホーム駅名標終わり一宮駅は愛知県一宮市坂3丁目にある東海旅客鉄道東海道本線の駅である。駅番号は CA72。名鉄一宮駅と平行に位置し一体的なターミナルとなっており、共に一宮市の代表駅となっている。名鉄との区分のため必要がある場合には JR 一宮駅とも呼ばれ、 また、両駅を合わせて、一宮総合駅と称する場合もある。運行形態の詳細は、東海道線を参照。島式ホーム2面4線を有する高開駅。ホームは11両以上の長さがあり、上屋は8両分設置されている。内側の2.3番線が本線、外側の1.4番線が副本線となっている。1番線東側に、 ホームの内服本線が一本あり、貨物列車や工事作業用列車の停車や退避車両の留置などに使われている。1.2番線は片渡り線により、名古屋方面からの進入や大垣方面への発車ができ、双方に折り返しが可能な構造になっているが、通常ダイヤで当駅止まりの設定はない。ただし、人身事故等により、ダイヤに、 大幅な遅延が発生すると、一部の列車が当駅で、運転を打ち切る場合がある。駅長、駅員配置駅であるほか、管理駅として、清須駅、稲沢駅、木曽川駅の3駅を管理している。駅には JR 全線切符売り場が置かれている。なお、地上駅時代は、名鉄駅と改札口も共通であったが、1993年2月21日より、 共用を開始した、名鉄駅の高架化に伴い分離された。高架下には、JR 東海ツアーズ、一宮支店、アスティ一宮、ベルマートが入居している。愛知県統計年間によると、2017年度の1日平均乗車人員は27,123人であった。国鉄時代の名古屋一宮岐阜間の旅客数の、シェアは名鉄が圧倒的に高かったが、 国鉄が民営化して JR 東海の経営となった後は速度、所要時間が優位である JR 線の利用者数が上回っている。愛知県統計年間によると近年の1日平均乗車人員は以下の通り推移している。市宮市の新たな玄関口として2010年10月に建設工事を開始した。2012年11月1日に 図書館以外の施設が先行オープンし、2013年1月10日に市宮市立中央図書館が開館した。大あり市宮駅の高架下に隣接し、1階部分は自由に行き来することができるコンコースも配置されている。アイビルという愛称は一般公募及び投票で決定された。7階建てで、 建物の中央には3階から5階を中心とした幅44メートルの巨大な吹き抜け、シビックテラスが整備され、イベント利用を想定したギャラリーや市民、活動支援センターが併設されている。シビックテラスは、幅44メートル奥行き31メートル、東側には壁がない半屋外の開放的な構造で、エスカレーターが交差しており、建物の中央部にある。1階部分には、 商業施設であるアスティ一宮や観光案内所、駅前交番が設けられ、5階から7階には、一宮市立中央図書館、中央子育て支援センター、シビックホール等が入っている。ビル北側の2階から4階は、立体駐車場となっている。アイビルが建設される前の2007年5月に、取り壊された3階建ての旧駅ビルは、 太平洋戦争末期の空襲で消失した後、民衆駅として建て替えられたものであった。2013年には第45回中部建築賞を受賞した。市宮市の中心市街地に位置している。駅正面にアイビルがあり、高架化の一部とともに商業施設、アスティ市宮などが入居している。また、駅機能として一体的となっている、名鉄市宮駅に併設して、 名鉄百貨店に一宮店が入居しているほか、名鉄線の高架下には、名鉄一宮駅、バスターミナル、一宮プラザ及び一宮七夕郵便局などが入居している。かつて JR 線、名鉄線ともに地上駅だった頃は、駅周辺にある踏切は開かずの踏切であったが、高架化により解消された。また、駅付近で単独立体交差となっていた道路については、 駅北側の八幡通りは地下構造であったが埋め戻されたほか、さらに先にある国道155号は立橋化されて、板が撤去され、いずれも平坦な道路に戻された。駅付近にある、その他の主要施設は以下の通りである。大多数の路線バスは、名鉄駅に隣接する名鉄市の宮駅、バスターミナルに乗り入れている。なお、以下の夜行高速バス路線が、 当駅前の6番乗り場に乗り入れている。ありがとうございます。